しかもフォワードです。しかもというのはこの石野という選手は器用でしてセンターバックもサイドバックもフォワードもやります。さあ日本チャンスになる、ね、これは大きなチャンスだ。押し込んだ先制ジュビロ磐田、前の推進力が僕の武器ですと語っていた28番のチンガー、先制ゴールジュビロ磐田。欲しかった先制ゴールを奪いました。チンガーのジュビロ磐田に来ての初ゴール、 J 初ゴール。いやこれでも山崎のねパスから阿部、ね、が持ち出してラストパス。チンガ選手もね長い距離よく走ってましたよね。前への推進力というね、はい、自分の武器をよく理解しているチンガ。ルイスとオタビオ、サントスでアラウージョ、チンガが決めました。中村さん、はい、初スタメンで期待に応えましたよ ね、 ねーゴール前に井ノ葉も上がっていきます。スルマこぼれている、シュートはどうだ、来た2点目、決めたのはフェルチナンド。セットプレーからの得点が多いという数字を試合前に紹介しました。たまたまあれは逆にセットプレーから失点してしまうことが非常に多いというデータも出ていました。そのデータ通りになってきました。2対0です。はい、前節もそうなんですけど、はい、最初のシュートまでは、まあ、防げたんですけど、はい、このこぼれをね相手に先に触られてしまうんですよね。確かにこのコーナーキック山崎がねいいボールは蹴りました、はい、ただ最初の菅沼のシュートは防いでるんですよ ね、 そ、 うですね。それだけにもったいないですね、佐々木からするとね、はい、でまたほぼ全員ペナルティーエラーの中戻っていて人数は揃っているんですけどボールに行けないというところが、ね、失点の多さにつながってますよね。ゴールに近いところに25番の岡村も入ってきました。変化をつけてきたショートコーナー、さあ深いところどうだ、さあ1点返した。アウェーの浜田まで佐々木セットプレーからすぐに1点を返してきました。いやシンプルに中に入れてこなかったですよね。そうですね、これはもしかしたら練習している形かもしれないですね、まあ、ジュビロの選手はちょっとここでね上げてくると思っていたんですけど、はい、意表をつかれましたよね。で古田選手も中を見ながらシュートしましたよね。クロス上げるような顔をしながらこれ完全に狙ってますよね。武田触ってないんですね、古田がそのまま決めたんですね。そうですね、これ目線はクロスを上げるような目線にしておいてニアサイド転がしましたね、そうですよね。ブラジル代表ではねアンダー20ユース世代の代表は経験しています。目標はもちろんセレソンでワールドカップに出ることと言っています。さあポポノフリーキック、正確なキックが得点につながりました。いややはりこのセットプレーからのボールが多いというその数字がこの試合でも生きています。今入ったばかりのポポですよ。そうですね、采配が的中しましたよね。いいボールでしたね。まあ、このぐらいボールスピードがあるとキーパーはね角度変えられてしまうと反応できないですよね。もう一度角度を変えて、まあ、守る側としてもあのぐらいボールスピードがあると前に入られた時には触れないですよね。いやこれちょっと、はい、後半に入ってたまたまペースでゲームが動いてきて、でちょっと雰囲気良くないなというところでシャムスカ監督が手を打ったんですが、さあどこでそのいわゆる勝負のボール勝負のプレーが出てくるか。あ西野がプレッシャーをかける、そして小沢が奪った、小沢中に折り返す、シュートまでつなげられるか、ミルタのところに入った、そしてこれはオフサイドはない、たまたまあれさぬき2点目、代わって入った関原が決めました。いや両チーム監督の采配ズバリです。交代選手がこのように
得点につながるプレーをします。今入ったばかりの18番、関原亮太が決めました。右サイドで入ったんですけど ねここにいましたね。いやいやいや、これはね、相手のミスをうまく得点につなげました。またでも今古田が絡んでましたね。そうですね、しっかりと相手を見ながら、まあ、少しコントロールずれたんですけど、はい、その後の、ね、切り替えが早かったことによって、関原選手のところに過ぎていってしまいますから、まあ、どこかでチャンスがあればスルーパスであったり勝負する姿勢ですよね。そこを出したいですね。さあボールを奪いました。ジュビロ磐田、松浦、ポポ裏をついてくる、オフサイドライン入れ替わった、ビッグチャンス。さあ試合を勝利を決定つけるジュビロ磐田、4点目。いやこれは見事です。大きな4点目ですね。これはもう抜け出したペクもそうですし、はい、ジュビロの狙いですよね、はい、奪った後にこれ早く攻める松浦選手が起点となって、このね、はい、ここのラストパス、このファーストタッチで決まりましたね。出場のペク、逆に途中出場のポポ、監督采配ズバリ、